皆さんこんにちは、イズです。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、佐々木誠さんが加入したガチオーダーで試合をしていきます。ピックアップ動画の後編ですね。しっかり試合していきます。ではまずオーダー紹介していきますね。でまあセンターの柴原さんと佐々木誠さんが入れ替わった形ですかね。でまあベンチワークとかあんま詳しく紹介しなかったと思うんですけど、まあ、基本的に村松さんと牧原さんと、あとは代打、右左の代打1人ずつを入れてる感じですかね。で牧原さんはセカンドショートの守備交代要員ですねって考えたんですけど、でもそうっすね、ちょっと村松さん入れ替えていいかもしれないですね。ちょっと村松さんとか明石さんにしていいと思いますね。今考えたんですけどね、もしグラシアルさんにダイソーを送ってもですね、佐々木さんをレフトに持ってきてセンターに牧原さんつかせればいいんで、でまあ結構グラシアルさんにダイソーを送ることって少ないんですよね。なんでまあ基本的にはここ本田さんと川崎さんのところに代打を送る感じですかね。まあ川崎さんは2巡目ですね。なんでまあ最悪これでいいかなって今思いましたね。いやいいっすね、結構佐々木さんの守備日レフトで守備日守れるのでかいっすね。でまあ牧原さんもセンター守備 B で守れるのもでかいっすね。いやいいっすね、結構かなり野手はですね理想のオーダーですかね。あとはちょっとそうっすね、右バッターは結構強い人多いんですけど、左バッターで強打のいい感じの選手がちょっとギータで、もう一人ちょっと絶対的な人が欲しいですよね。佐々木さんと長谷川さんもいいんですけど、もうちょっとまあそれ松中さんが欲しいんですよ。何が言いたいかというとですね、なんでまあ5段では来ますかね。さすがにちょっとピッチャーな気もしますが、まあ、来てくれても嬉しいですね。はい、では新たなガチオーダーですね。じゃあ打順を見ていきますか。打順はちょっと今まだ書いてないんですけど、1番川崎さんですね。で2番井出穂さん、3番ギータ、4番ココバさん、5番佐々木さん、6番上林さん、8番城島さん、9番本田さんですかね。まあこれですかね、一番いいのは。はい、でまあベンチはこんな感じで、投手はまた今度ですね、新しいピッチャーとかが入ってきたら、まあ、ガチオーダー紹介していこうと思います。それではこのガチオーダーで試合をしていきます。どうぞ。はい、ではガチオーダー1試合目ですね。相手ピッチャーってアルビッシュ投手ですね。いや打てますかね、ちょっと調子悪いんでですね、最近ですね。さあしっかり打っていきましょう。1番川崎さんと、さあ集中。そうっすよね、ふう。さあ集中、よし、ボールっすね。さあ、よし、ナイスヒット。さあ、いいっすね、川崎さんが出たらちょっとでかいっすね。さあ、2番井出穂さん、キャッチャー誰っすかね。ってことはちょっと思い出したいっすね。いや、抜けないか。って誰っすかね、小林さん、城島さん、ああ阪神の城島さんですかね。いや本当きついっすね。そうっすね、阪神の城島さんですね。さよし、ボール、いやなかなか見えてないっすね、ボールが。しかも早いと、待てんすね。これはよし、まあなんとかつなげましたね。で佐々木さんとここでいいっすね。ただタイピンなんでしっかり頭入れていきたいっすね。いや危ないめっちゃ曲がるな。これは抜けるか、お、いくいや佐々木さんえぐいっすよね。なんかめちゃくちゃホームラン打てるんですけど。さあグラシアル選手、柴原さんではあんま打てなかったんでですね、少なかったんですね。結構まあそうっすね、まあ、60試合に1本ぐらい柴原さんで打てますね。打てますかね。ただまあ佐々木さんでは結構打ててるんですね。いやもう佐々木さんがホームラン打ったらもう後がつながりますね。いやいいっすね、ちょっとガチオーダーがちょっとガチっぽくなってきましたね。さあ、いや今のはさすがにボールすぎましたかただまあ4点取る、4点も取りましたか、4点も取りましたか、自分ちょっと覚えてないんですけど、まあ、4点取ったらしいんで、でまあ守備陣こんな感じですね。でまあもうちょっと硬くもできるんですけど、まあ、打撃と守備のバランスを取ったらああいう感じですね。まあ、前回の動画は結構守備型でしたね。やべえ、危ねえ、なかなか打ってきますね。
前回のオーダーは多分一番守備がいいオーダーなんじゃないかなって感じです。あ、ただまあレフトにあれですね、誰ですかね、あの人ちょっと名前が出てこんすね、村松さんだ。もう置いた方がちょっと、もうちょっと高いですかね。ちょっとあんま守備の数値を覚えてないですけど、まあ守備 B は変わらないんで、前回のが一番硬いオーダーですかね。でまあまた今度取りたいですね、守備型オーダーという動画ですね。さ、なんとか0点に抑えれたんで、まあ、ここは本田さんからの代打、チャンスメーカー出たら出しませんね。さ、まあ、本田さんも結構この間ピックアップ動画では打ててるんでですね。いや抜けんか。おっと、固め打ちが出ない。ちょっとここは代打、まあ初戦なんでですね、スタメン全員使っていきますか。なんか余裕でヒットやなと思ってたらめっちゃ飛ん、いやえぐい今の、いや今の取られるのはえぐいっすわ。いやめちゃくちゃ遅れてるじゃないですか。さ、ワンワンっすね。いやファールか。さ、いやボール今のマジか。いや三者凡退、2回が打てんすね。さ、まあなんとか抑えて次の試合行きたいっすね。癖ですね、癖。さ、ノリさん、さっきはもうめちゃくちゃいい野球取られたんでですね、まあこういうことっすね。さ、ワンアウト。筒香さん、めっちゃ相手打順強いっすね。6番筒香さん、まあ、こっちも負けてないっすけどね。1番川崎さん、2番井戸穂さん、3番ギータ、4番国保さん、5番佐々木さん、6番グラシアル選手ですね。あ、ちょっと打順思い出してたら終わったんで、まあ、次の試合いけます。どうぞ。さ、2試合目っすね。相手ピッチャー大野雄大選手、いや守備相手硬いっすね。いいっすね。さ、大野選手打っていきたいっすね。また先行ですね。いいっすね。さ、1番川崎さん、変化量マイナス1としっかり頭入れていきたいっすね。さあ集中。よし、ナイスヒット。2番井出穂選手、なんとか今日の試合で、今日の試合っていうか今日の動画で全員はヒット打ちたいですね。全員ですね。さ、井出穂さんはさっきの試合はおそらく打ってないですね、まあ、これがあるんですよ井出穂さんには。えぐい。さ、ギータ91、97、全部出てますかね。えぐい。よし、ボール。さあ集中。いやーえぐい。いやちょっと調子出てきましたかね。さあ国保さん、集中していきましょう。ここはピッチャー交代ですかね。石川さん、しっかり打っていきたいですね。さあ、まあ結構見分けれるんでですね、石川さんは。ただ打てるとは、打てるのは別の話なんですけど、シンカー4って結構曲がりますよね。まあ結構変化量4って話に全部に通じると思うんですけど、変化量4って結構曲がるんですよね、思ってたより、思ってるよりですね。えぐーい。まあこれがあるんですよ、国保さんの後ろっていうことでチャンスメーカーが発動することがですね。なんでも結構柴原さんも国保さんの後とか、危ねえギータの後とか、まあ、4番の後に置いてたんですけど。さあ、グラシアル選手ですね。集中。いや入るか、曲がらなすぎないですか。ちょっと、危ねえ。ただもうこれがヒットになってるってことは調子がいいってことなんですよ。なんで調子上がってきてますね。いやちょっと、ただまあこの試合打ててるだけなんですけどね。まあさっきの試合も結構打ってましたかね、初回は。いやー、ファール。さ、よし、ナイスヒット。満塁。え、栗原さん入れてない。くそー。そっか、
ガチオーダーにしましたもんね。いや結構栗原さんの動画と同時並行して録画してたんですけど、あやべ満塁来ちゃったよ。ちょっとここで、お本田さんなんですけど、ちょっとここは代打すかね。どっちにしよっかな、まあ、バレンティンでいいですかね。さチャンスしか出ないとって、相手はタイピンですね。そうっすよね、通常の石川さんはタイピン持ってるので強いですよね。えストライクゾーン広くないですか、今のめちゃくちゃボールと思ったんですけど。さでまあ自分が無課金の12球団アカウントで持ってるのは普通のじゃないですね、普通じゃないんですよ、アニバーサリーの石川さんなんでタイピン持ってないですよね。まあそこがちょっとネックですかね。さあ3ボールですね、集中、手出らんすねあそこ。さあフルカウント、よし危ねえ。さあフォアボール、押し出しっすね。さあ川崎さん固め打ちっすね。よしナイスヒット、これで6点目っすね。さあなんとかあと2点取りたいっすね。ここはさすがにピッチャー交代っすかね。金子千尋さん、んこれはどっちのだ、まあそうっすよね、日ハムの金子さんっすね。で変化量マイナス1と、いやわからん、イレホさん。さ牧原さんセカンドですね。でピッチャーは杉内投手ですね。まあ杉内投手もですね結構使ってるんですけど、いやもうちょっとリアタイム機の投手が来たら抜かすかなって感じなんですけど。さ、まあしっかり抑えていきますか。よしよし、ナイスファースト。さギータ、まあコールドで次の試合行きたいですね。いやまあ結構ですね、スライダーとカットボールでしか強い球がないのはちょっとない人はあんま抑えられないかなって最近思うんですけど、まあそれがちょっと石川さんとか岩崎さんですね、中継ぎでですけど、あやべ甘い、杉内さんみたいにちょっと一つアクセントがある、まあ杉内さんで言ったらドロップカーブですねがあるピッチャーは結構抑えれるなと思いますね。まあまだまだっていうか、そのそういうピッチャーは危ねえ、抜ける、まあ、そういうピッチャーは杉内さん、和田さんもツーシームとかそういうアクセントがあるんでですね、そっちの方がメインかもしれないですけど、まあ、結構スラカットでスラカット主体で攻めてますね自分はですね。ここはストレートですかね。よしで落ちんのかい、いや落ちないんかい。はい、では何試合目か忘れたんですけど、まあこれがおそらくラストですかね。ちょっといい、結構いい感じでバッティングできてたんですけどね。で、まあ、先発は和田投手ですね。で相手のピッチャーは大野投手でしたかね確か。でも相手結構打率高かったんでですね、なんとか抑えていきたいですね。いやまあさすがに4割以上の方になってくるとこういうところは見逃してきますね。まあ、ただこれはここは結構4割以上の方でも打ち取れるイメージですね。ここってあのカットボールのところにスライダーですね、自分がよく言ってるですね。まあ今度動画にしようと思います。で山田選手ですね。よし、ボール球なんですけどね、完全もう結構外れてましたよね。いやまだギリギリとかなら分かるんですよ、自分も結構あるんで、なんであんな結構外れてるボールがヒットゾーンに飛ぶかが分かんないです、自分は。さあ、まあ、気を取り直して王さんを抑えていきましょう。ここはあんま振らないですかね。さあ、いやもう投げる球がない、もうここに投げるしかないっす。いや危ない。さあお願いします。よし詰まってくれましたね。さあ中島さんですね。中島さんは固め打ちを持ってましたかね。甘い甘い、本当甘い。そうっすね、あそこがストライクになるとちょっと甘すぎますね。なんでちょっと気をつけて投げやんですね。やばい甘いんですよね。あの線
日本線あるんじゃないですか、あるじゃないですか、ここにですね、ここのちょっと右側に投げるとちょっと外れたボール球になってくれますね。やばい、おお、さすがバイアスタンスは。はい、じゃあまあ大野選手ですね、しっかり打っていきましょう。いいですね、相手守備ちょっと右側がいいっすね、ライト側がですね。さ、大野さん変化量マイナス1でした、今マイナス1ですね。さ、集中、ツーボール、入る入る入る、いや入らんか、さすがにっすね、東京ドームっすかね、ここ、いや分からんですけど入らんやったっすね、ここどこドームっすかね、ただのドーム球場っすかね。さあ、まあヒットシングルでしたね、ツーボール、さあセーフさあ集中、スリーボールっすね、なんできますかね、えぐい、さすがイデホさんっすわ。さあギータ、よし、ナイスバッティング。さあ4番っすね、国母さん、集中していきましょう。いやー正面か、マジか。さあいいっすね、佐々木さん、ワンボール、押し抜けてくれますね。いやいいっすね佐々木さん、まあ佐々木さんのピックアップ動画の後編として出てると思うんですけど、まあ、佐々木さんの打ちやすさとしては結構いい感じですよね、ヒットも出てるんでですね、ホームランもめちゃくちゃ、うん、3本ぐらい出てましたかね、え、コールドっすか、いやマジか、いやでもまあそうっすね、今日はこの辺で終わろうと思います。でまあ次回以降も佐々木さんしっかり使っていこうと思います。まあそうっすね、動画では柴原さんも結構使っていこうと思ってるので、まあ、そうっすね、ガチオーダー大会のオーダーとかやと、まあ、柴原さんはちょっとスピリッツが上がるまではちょっとお休みかなという感じですね。また来期か、まあ、そのまた次ぐらいには出ると思うんで、必ずゲットして継承していきたいですね。でまあ佐々木さんなんですけど、まあ、当分はセンターですね。でまあもしかしてもし林さんのスピリッツとかがきつくなってきたら、まあそうですね、上林選手は来シリーズで出てほしいですけどね、まあ、もし出なかったら、まあ、スピカイ方式とか使っていきたいですね。まあ、レフトは安定のグラシアル選手ですね、まあ、サードも国保さん、 TS でも出ますかね、おそらくなんで、まあ、継承していきたいですね。で、まあ、ショートは川崎さんと、まあ、ここも結構安定ですね、まあ、おそらく来季の、まあ、今宮さんの能力上がってきてくれたらちょっと今宮さん使いたいんですけどね。で、まあ、セカンドは本田さんなんですけど、まあ、ちょっと井口さんも出てほしいんでですね、まあ、井口さんが出ても守備とかでは本田さんつかせると思うんでですね、まあ、ファーストは、まあ、入穂さん安定ですね、スピカー砲とかしてってどんどん使っていきたいですね、まあ、キャッチャーも城島さん安定ですね、まあ、栗原さんとか海さんも打撃能力もっともっと上がってくれる、栗原さんは守備ですね。で、まあ、DH はギータと、まあ、え、もしかしたらさ、それちょっとめちゃくちゃ噛みましたけど、もしかしたらギータ守備 B になる説があるんでですね、いや個人的にですよ、結構今年守備良かったんでですね、もしかしたら守備 B になるんじゃねって心の底では思ってますね。まあ最悪ならなくても特殊で守備 B とかならないですかね、まあ、確実に上がるとは思うんですけど、どうですかね。そしたら佐々木さんをライトで使ってギータをセンターでですね、でまあ DH 一枠空くんでですね、いろんな選手使えてくるんでギータの守備上がってくれると嬉しいですね。では本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではまた。